ヨハネの黙示録第12章。また大いなる印が天に現れた。一人の女が太陽を起きて足の下に月を踏み、その頭に12の星の冠をかぶっていた。この女は子を宿しており、生みの苦しみと悩みとのために泣き叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜がいた。それに七つの頭と十の角とがあり、その頭に七つの冠をかぶっていた。その王は天の星の三分の一を吐き寄せ、それらを地に投げ落とした。竜は子を産もうとしている女の前に立ち、生まれたならその子を食い尽くそうと構えていた。女は男の子を産んだが、彼は鉄の杖を持って全ての国民を治めるべきものである。この子は神の身元に、その御座のところに引き上げられた。女は荒野へ逃げていった。そこには彼女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。さて、天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。その時私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威とは現れた。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。それゆえに天とその中に住む者たちを大いに喜べ。しかし地と海よ、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。竜は自分が地上に投げ落とされたと知ると、男子を産んだ女を追いかけた。しかし女は自分の場所である荒野に飛んで行くために大きなワシの二つの翼を与えられた。そしてそこで蛇から逃れて一年、二年、また半年の間養われることになっていた。蛇は女の後ろに水を川のように口から吐き出して女を押し流そうとした。しかし血は女を助けた。すなわち血はその口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。そして海の砂の上に立った。